はいはい、分かってるってば。大丈夫、寄り道なんてしないから。それじゃあ行ってくるね、はあ、赤ずきんなんて言い出したの誰だよ。昔の愛称なのに、いつまでたっても子供扱い。いくらなんでも過保護すぎでしょ。うん。はあ、それにしても。 一人で遠出するなんて久しぶりまあ、ただのお使いだけど。焼きたてのケーキにブドウ酒。おばあちゃん喜んでくれるといいな。あんたもそう思うあれ気づいてないとでも思ってた確かに最初は気のせいかなって思ってたけど。こうも出かけるたびに後つけられたら。 さすがに気がついちゃうよ。狼さん。で、何もしかして僕、食べられちゃうのかなうーん。それなら痛くないよ一人思いにやっちゃってくれると嬉しいんだけど。<laughs> 違うよね。腹を満たすためじゃなくて、欲しいのは僕でしょ。 ずーっと僕の後つけてたもんね。薬草を摘みに行くときも、水を汲みに行くときも。あれだけ熱い視線を送られたら、餌として見られてるわけじゃないって、さすがに気づくよ。何後ずさりしてんのこんな近くにいるのに何もしないのやっと二人きりになれたのに。見てるだけで満足しちゃった あ、それとも、近くで見るとイメージ違ったあんな呼ばれ方でも一応男だからね。あんたがどんな気持ちで僕を追いかけてたのか知らないけど、僕は毎日想像してた。その爪で肌をなぞられたらどうなるだろう。その牙で甘噛みされたら痛いかな。血は出るかな。骨はきしむのかな。って、 考えたただだけでゾクゾククしてたんだそれなのにあんたは相変わらず遠くから見つめてくるだけだし僕ばっかり <laughs> あ <laughs> 僕ばっかりってわけでもないみたいだねしっぽピクピクしてるけどなにしいの ねえ、これ触ってもいいあんたは隠れてるつもりだったろうけど、僕からは丸見えだったよ。いつも隠しきれてないその尻尾にも耳にも、ずっと触ってみたかったんだ。くすぐったいやだ <laughs> これじゃどっちが捕食者かわかんないね。あ、<laughs> なんだ。あんたも興奮してんじゃん。 ねえ。もう、待てないんだけど。触りたい食いたいそれとも、俺に食ってほしいのお互いもう限界なんだよ。早く腹くくれよ。ここには、俺たち二人しかいない。もう誰の目も気にすることないんだから。ほら、何して遊ぼっか。